札幌の中心部、札幌駅前通りです。市電から出てくる人たちの姿を見ますと、やはり密閉された空間からでしょうか、マスク姿の人が非常に多く目立ちます。道内では初めての新型肺炎の感染者確認から一夜、札幌市内ではマスク姿で通勤する人が目立ちました。電光掲示板には注意を呼びかける表示も。危険を避けたいということでマスクをさせていただいてます。普段よりもだから来る回数は街の中は少なくしてます。出たなって感じがしましたよね。手洗いがしてるんですけど、ちょっと不安だなっていうのは。今日も中国から大勢の観光客が訪れた新千歳空港。到着ゲートから出てくる利用者はほぼ全員がマスク姿です。中には医療用のマスクをする人の姿も。さらに空港職員も。こちらは新千歳空港国際線ターミナルです。1週間ほど前からマスクをしての業務が推奨されています。ほとんどの方がマスクをしてコロナウイルス対策をしています。さらに一部の航空会社では昨日から中国便の利用者の体温を測定し、感染拡大を防ぐ対策を始めていますが、道内での観光を終え中国に帰る観光客は、大量のマスクを購入する中国人観光客。道内のドラッグストアではマスクのほか消毒用のアルコールも品薄の状態だといいます。さらに宿泊客のおよそ6割が外国人という札幌市内のホテル、館内の消毒作業を強化するなど感染拡大防止対策を進めています。新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、こちらのホテルではフロントを含めた全ての従業員にマスクの着用が義務化されています。札幌中央区の京王プラザホテル札幌では感染者の増加を受け、3日前に全従業員にマスクの着用を義務付けました。表情を出すのが少し難しいんですけども、なるべく丁寧に大きな声でお話をしてお客様に声を届けられるようにするのを意識して接客しております。掃除に入られる客室のスタッフの方っていうのが一体どういった方がどのように過ごされているかっていうのは把握できないまま掃除に着手するというところでございますので、そこの部分のリスクというのは非常に高いかなというふうには考えております。さらにホテルの各所に宿泊客用のマスクを用意するなど滞在者にも最大限配慮していますが、頭の痛い問題も。このホテルでも2月にかけておよそ5000人分の予約がキャンセルされています。さらに深刻なのが地方の観光地です。この時期は例年海外からのお客さんに賑わう和商市場ですが、今年は様子が違います。春節のこの時期は例年たくさんの中国人観光客でにぎわい、書き入れ時となるはずの釧路市の釧路和商市場は今年はこの状況。訪れる観光客は多くありませんが、3カ所の入り口に消毒用のアルコールを置き、店員たちもマスク姿で接客しています。もう団体はもうねないって言ってたので、あとは個人のお客様がねどのぐらい来るかっていう感じですけど、店への影響もやっぱりね。そうですね、やっぱりメインの勝手丼はやっぱり中国圏とかね、そういう人が多いので。新型肺炎は感染拡大の不安とともに北海道に深刻な経済的ダメージを与えそうです。